2015年11月16日、内閣府の発表によると、日本の7から9月期の国内総生産、GDP は前期比 0.2% 減で、2四半期連続のマイナスだった。ロイターが伝えた。7から9月期の GDP は、実質で前期比 0.2% 減、年率で 0.8% 減だった。経済財政担当省は16日の記者会見で、景気は緩やかな回復の方向にあると述べたが、企業が設備投資がマイナスになっていることについて、企業収益が過去最高になっており、設備が古くなっているにもかかわらず、設備投資をしないという経営判断はどうなっているのかと疑問を呈した。この報道に海外のネットユーザーがコメントを寄せている。日本は人口減少しているんだから、これは政府の政策とか関係なく必然的な結果。訪日観光客が殺到してもまだ不景気なのか。日本人はとても保守的で、インフレ率が上がると引き締める傾向がある。米国は日本の後ろにぴったりついているということにみんな気づいているだろうか。どうして日本人は働く時間を減らして賃金を増やさないの。現代経済は消費者が動かしているわけで、仮に数十億の利益を出している企業を刺激したとしても、利益を高めるような革新的な方法はほとんど生まれないのに。日本は高齢化問題が進んでいる。言い換えれば、定年後の高齢者を支える若者が増えていくということだ。ただでさえ労働人口が少ないのに、これでさらに減ってるとしたらどうだろう。これは短期的な問題だと願いたいもんだ。混乱を招くほどの政策はしていない気がする。いろんな財政政策を組み合わせても結局こうなってしまうと思うよ。日本は立ち直るだろうし問題ない。経済は必ずしも成長しなきゃいけないというものでもない。日本なら何とかしてくれるはず。俺は日本を信じてるよ。